こんにちは、MI オンラインストア担当の宮本と申します。今回ですね、こちらのザオールの DTM 専用デスクの中から特にサイズの小さいビジョン OS とこちらのビジョン KS、 この2つの商品についてご紹介させていただきます。まずですね、このシリーズっていうのはこのザオールとか DTM 専用デスクの中でもかなりサイズが小さい方です。例えばこの横幅も、今メジャー持ってるんですけど、引っ張ってみますと109かな、だいたい約109センチくらい、まあ1メートル両手でね、こうやって広げてもそれより小さいぐらいのサイズ感になってるんですけど、ちょうどこれぐらいの DTM デスク必要な方もいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ例えばですね、ベッドルームとかでもともと環境的にあまり、スペースを取れない場合に、この DTM 専用デスクでしたら、この下の段も使ってですね、効果的に収納ができるということで、むしろあまりスペースに余裕がない方にこういった DTM 専用デスクの導入をご検討いただきたいと、そのように考えております。例えばこれサンプルでいろいろ置いてあるんですけれども、まあね、これマシンね、こういったものとかで、こちらは弊社というやつかな、アポジのオーディオインターフェースですね。まあいろんなオーディオインターフェースあると思いますが、それも卓上に置いていただいて、でまあシンセとかもちょっとあってですね、でスピーカーも卓上に直接置いて、こういったものが一通りですね、この横幅1メートルで、奥行き、ちなみにごめんなさい、奥行きがですね78センチ、それぐらいの奥行きでこういったものが一通り置けちゃうというところは魅力的ですね。で、まあ先ほども紹介しましたが、このやっぱり右鍵盤扱ってる方は皆さんね、すごくこれの置き場って困ると思うんですよね。卓上に直接置いちゃうと、じゃあこういったドラムマシンとかのパッド系は触れにくくなっちゃうけど、この専用のね、引き出し、キーボード用の引き出しがあれば、使わないときはこうしまってミックスに集中してですね、で、引きたいときはこれを手前に出せばいいということで、非常に使い勝手がいいものになっております。直接つながってなくて、それぞれ別売りになってます。まあ、人によってはこの K だけを買われる方なんかもいらっしゃったりしますね。でこれ独立しているので、まあ、かえって使いやすいというか、安定もしてます。タイヤがついてるんですけど、かなり頑丈な作りでして、しっかりこう引いても全然揺れない、壊れない、そういったものになってますね。今回はこの比較的大きく作られている、余裕を持って作られているこの右鍵盤、これだと49件ですね、は、まあ、このように余裕を持って置けるってます。でちなみにこの径、これ高さ調節が可能です。詳しいサイズ感についてはまた製品ページにも掲載しておりますので確認いただきたいんですが、4段階の高さ調整、これが一番低い状態なんですけど、これを上げていただくことが可能です。まあ、上げるほどこの天板、ビジョン OS のこのデスクとのここの厚さはだんだんなくなっていくんですけど、ここはもうご自身の環境に応じて高さ調節が可能ということです。さらにですね、この DTM 専用デスクと歌うからには、この鍵盤が置きやすいとか、いろんな頑丈な作りしているとかの他にですね、この配線問題ですね、これも見ていただくとすごいシンプル、すっきりしているのがお分かりいただけると思うんですが、これはやっぱりそういった作りになっておりまして、ここにですね、ケーブル類を全部ここに収納できるようになっております。でこの穴がついているっていうのは別にデスクとしては珍しくないんですが、下にですね、ちょっと行ってもらうと、ここにですね、ケーブル類を収納できる、ストックできるね、ポケットみたいなものがついてるんですね。でここでまとめてケーブルを収めて、で電源とかもここにね、タップを入れて、そうすればここからの配線は1本どっかに出して、電源ケーブルを外に出せばもうおしまいということで、まあ、すっきり収納できるところも魅力的ですね。外にジャラジャラとケーブルを出さなくても、うまく使えればこのように収納ができるということになると思います。でここまで考えられているこのモデルですが、 MI オンラインストアで、数量限定ですね、プロモーションを実施したいと考えておりますので、ぜひこの動画で気になった方は弊社ホームページ見ていただければと思います。以上、ビジョン OS とビジョン KS のご紹介でした。ありがとうございます。